ゆっくりしていってね。どうも皆さん、はじめまして。アンドロイドのレンボニコーと申します。はじめまして、レンボ。1935年、フランス陸軍は新たなイソイソイの開発を開始した。これは、新たに開発されたソムア35機製戦車をベースとしたもので、その車体に 75mm 砲を装備するというものだった。1937年には専用の車体が完成し、1939年には 75mm 砲との相性が認められ、同年に正式採用された。このイソイソイの名は、ソムア SAU40。正式採用された同年の11月には36両が先行量産され、活躍の時を待っていた。しかし、活躍の時なの、永遠に来なかった。1940年5月10日、ドイツ国防軍とフランス軍が交戦。ドイツ国防軍は戦車や装甲車を使って素早く敵を包囲殲滅するという、当時としては奇妙な戦術、今でいう連撃戦を好んでいた。それに対抗して、フランス軍はドイツとの国境にマギノ戦と呼ばれる、要塞戦を築いていた。ドイツ国防軍の力ではマギノ戦を突破することは難しかったため、戦いはまた第一次大戦のように泥沼化すると思われた。しかし、ドイツ国防軍は彼らの予想を上回る行動を取った。ドイツ国防軍はマギノ戦を無視して、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクに侵攻した。そう、マギノ戦には重大な欠点があったのだ。なんと国家予算をケチってマギノ戦はドイツ国境にしか配置しなかったのだ。なのでドイツ国防軍は北側から迂回してきたのだ。マギノ戦の防衛力を生かした戦略で戦うつもりだったフランス軍にとって、これは大きな誤算だった。フランス軍は各地で奮闘するも、戦略が破綻した彼らに勝ち目はなく、1940年6月25日、フランスは降伏した。その後、SAU40 はドイツ国防軍によって捕獲され、写真が撮られた。SAU40 の写真も大半はこの時撮られたものである。しかし、SAU40 がその後どうなったかはよくわかっていない。そんなミステリアスな戦車を今回は使っていく。改めましてどうもレンボ2号です。レンボ1号です。今回はフランスティア4駆逐戦車の SAU40 に乗っていきたいと思います。息ではだいぶ不評ですが、アンドロイドの僕なら8キルはいけるでしょう。7対7のゲームなんですが、それは。てか、アンドロイド？初めてその設定聞いたんですが。あれ、打ち合わせで言わなかったっけ？うつ主が一人で話考えながら打ってるから、打ち合わせもクソもないんだよな。おい、本音始まって30秒くらいしか経ってないのに、メタ発言するな、印象怒られた。くっそ汚い語録、使ってる奴に言われるとは恥ずかしいですね。いつかしよう。お前がメタ発言には、いつか？何やってんすか？まずいですよ。ま、多少はね。お前も語録使うのか。前から使ってるんだよな。おっそうだな、ここはアンドロイドの神エイムで印象回復を。ああ、いるアンドロイドって絶対の人間だし。お前も思いっきりメタ発言してるらん、あげるらんらん。ああ、多少はね。なんだこいつ。あっ、そうだ、こいつの専門ってどうなんですか。こいつってどいつだよ。西ドイツ、東ドイツ。ドイツ建国も忘れてるぞ。はぁ、あ、やられだこいつ。気を取り直して、こいつはセッターに性能が似てるから、セッターと比べながら説明するね。とその前に、4号はここで倒さないと、やばいから狙撃するよ。あのさぁ。え、セッターと比べて、弾発はこちらの方が上で、貫通はあちらの方が上だね。こちらが比較で勝る絡みに、装填速度、精度、照準速度はあちらに負けているよ。あの、もしもし。話聞いてますか？なんです。あ、そうか。方向はあちらの方が上だね。こいつもあるっちゃあるけど、傾斜がないから、隠し下の通常眼程度しか上げてないよ。いや、機動力は。うん、セッターに負けてるよ。ちょっと、前のアプデで、セッターの機動力が強化されたからなおさらだね。いや、隠蔽は。クソデカトゥートだから察して。あ、ちょっと待って、これセッターの介護官じゃない？まあそう言われるのは仕方ないな。でもほら、深く取れるから。ある、なるにしても、クソデカキュートラが狙われるんだよな。やっとわかった。てか、今の戦況はどうなってるんですか？味方の T-82 が短期特攻して解けたね。他の味方は南にレミングスしてるよ。正直、このゲームってレミングス、すれば大体勝てるよね。
勝てるかどうかはともかく、他の戦線に車線が通らないマップが多いから、場合によってはそうかもね。まあ一概に言えないか。くっそ個人的な話だけど、こいつの見た目って良くない？私はセッターの方が好きですね。まあセッターも可愛いけどさ。こいつの場合は可愛いだけじゃなくて、あからさまに機能性に捨てを振りましたって感じの見た目だから、武骨でかっこいいんだよね。見た目を語っても、抜けないところを打った事実は変わりませんよ。これが僕に言うかっこ、可愛いってやつですか。話聞いてないなこいつ。そしてネタなセッター。セッターはこちらに気づいていないようですね。ほいっ。掛け声だった。でもセッターのエンジンをやりましたね。ほっそうだな。ノイズセンサーは車体表面の下側にもエンジン判定があるから、余裕があるときは狙っていくぞ。日本戦車もそうですよね。ほいっ。またか。おならね。自分が掛け声を考えてみろって話でしょ。私はそう言いたいね。そりゃ、とかはどうですか。いやそこ考えるんかい。てかその掛け声はまずいですよ。動画消される。そしてもはや半径とか下、戦闘画面くん。てかそこの4号くん、動くと当たらないだろ。ねえ。動くと当たらないだろ。かあ、お前エイム力なさすぎ。ハーツ買え、本末買え、やめたらこの仕事。いえ、怒った。てか連戦がやばい。おーおー、3号くん、くんに死なれると困る。ダメの4号バカ、根っこもするんだね。くっそ、こいつの装填速度が、3号が死ぬ前に4号を殺しきれねえ。ついに連戦が崩壊し始めましたね。おーおー、装填急げー。あ、普通に間に合ったら。でも3号くんは助からなそうですね。あ。お、落ち着け。まだ慌てるような時間がない。おっそうだな。切り替えの速さ世界チャンピオン。今この状況を打開するには、俺自身が連戦となることが。のだめがちょうど999でくさ。おっそうだな。てかどちらも無砲塔戦車ですから、攻めようにも攻めれませんね。ん？こっちには砲塔がある4号戦車がいるがないか。マップを見てください。何やってんだあいつ。何やら裏取りしてるように見えますが。このタイミングで、しかもあんまルートでか。実質これ1対2じゃねえか。まあティア4ですしのすし。足が遅すぎてさ、線が切りにくくてヘルスがギリギリな。ちょっとあれですが、4号にかけるしかないですね。いやティア4に後半をかけるのはかなりリスク大きいぞ。いけない、こっちこっち。何やってんだあの M さん。どうやら操作をミスって飛び出してしまったようですね。てかこれやばくね。セッターが来ます。ここはお金を節約してくるのなんで、ここが、お金をケチるから。もうちょっと耐え抜いてください。もうすぐ4号戦車が来ます。あいつまだ来てなかったのか。やっほーい、うんだ。何やってんだあいつ。本当に何やってんだ。まあこれがワールドオブタンクスですから。あ、そうか。よし、ナイス4号。残りは M3 だけですね。お前は今回、俺に対する貢献度が一番高い、なんてダメを稼がせた末に勝たせてくれたからな。俺になる場所へ連れてってやろう。お、ガレージへな。なんとか勝てた。はいはい、いい。戦闘はこちらの勝利、M バッビをゲット。何気に初めての M バッビでしたね。おっそうだな。ブリッツって1バッギは取れても M バッギが取れないよな。あんたが下手だからでしょ。いやーそれにしても神プレイでしたね。ただの偶然なんだよな。でも M バッギ取りましたよ。まあ初めてのですけどね。上げ足取らないでくれるかな。こっちは M バッギなの無敵だぞ。はいはい、強い強い。てかもう休憩時間もらってますよ。ほら早く投票行ってください。待って。総評としては、駆逐戦車として最低限の性能は持っているけど、好んで乗るような戦車ではないね。乗りこなせないと思ったら、すぐにスリーケン検知で飛ばすのも一つの手ですね。こんなものかね。今回の動画はここまでです。アンケートを実施しましたのでよかったらお答えください。要望があったらコメントしていただければ可能な限り、次のパートに反映します。それではご視聴、ありがとうございました。うわ、なんか手首から血が出てるよ。いつかしようって言ったじゃないですか。てっきり冗談かと。私、冗談だって一言も言ってないじゃないですか。お、
おっそうだな。